はい、皆さんこんばんは。今週もやってまいりました。DSD、佐久井亮の生で行きましょう、カッコ仮ということで。はい、よいしょー。カッコ仮。なので、本日11月9日、我らがね、代表、タクヤ亮のタクヤこと、タクヤ、女神タクヤ代表が、誕生日になっております。ハッピーバースデー。ハッピーバースデーですね。今日明日とね、イベントやってますんで、ちょっと忙しいんでね、今日は出れないんですけども、ね、今週はね、バースデーラッシュということで、はい、まあ、今日明日、はい、あ、まず自己紹介いきましょうか。そうですね。多分、初めての方はね、はい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 、いらっしゃると思うんで、はい、そうですね、はい。まずはじゃあ、いいですか、僕名前出てますけど、ね。もう出てますけど、はい、はい、神谷ひろとです。そうですね、14日に、バースデーイベント、代表は9、10なんですけど、その週の土曜日ですね、14日が。はい、マジ迷惑。はい、14日にバースデーイベントやらせてもらいます。前回、椿さんと出演させてもらったんですけど。はいはいはい。はい、あ、そうなんですね。そうなんです。だから2回目です、今日は。2回目。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょ、パチ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 。はい、続きまして、はい、星空カナダです。まあ、同じく14日にヒロトと合同バースデーイベントさせてもらうので、はい、皆さんもちょっとよろしくお願いします。はい、ねーね、バースデーラッシュで、はい、そうですね、迷惑です。1週間に2回、ね、1週間に2回、1週間に2回、2回どころか3回ですから、3日間2デイズと2人のね、まあ、そうですね、そうですね、はい、どうもやめてほしいですね。すごい迷惑って、ね、言われるんですけど。いやいや、でも、はい、あれですか、何回目ですか。いや、初めてですね。話聞いてなかった。初めてのバースデー、はい、2人とも初めてなんです。2人とも初めてなんですね。はい、でちなみにおいくつなんですか、ヒロトさんは。僕27ですね、今年。27。はい、なるほど。今年27です。多分一緒じゃないですか、じゃあ。僕は28になるんです、15日で。11月の。なるほど。ガチリアルバースデー。結構、そうですね、結構いい年ですね。実は、実は。平均で高い。今日平均で高いですね、はい。今日はこの3人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。 A27 ってそのどっちの A なんでしょうね、これね。見えないか。もう一つの方のニコ生の方がね、最終回を迎えたみたいで、そうですね、危ういなと。はい、危ういな。そろそろ俺らも頑張らないなと。そうですね、ですけども、コメントがね、なかなか伸びないんでね、おかな、おー、おかま、おかな、痩せこけたね。そうね、痩せました。うつりじゃないですか。うつりですかね。りょうくん、みわの誕生日やねんで。知ってるよ。おめでとう。みわ誕生日おめでとう。おめでとうございます。最近全然見せけん。あー、もう、早く来てもらわないと。お前。はい。顔パンパンやないか。もうパンパンやないかしてよ、ね。リファやってますよ、リファ。はい。カナダくんまた痩せたな。そんなことないですよね。そんな変わってないですよ。多分、ちょっと背景が白やから。あ、で、一人赤でしょ。僕ら。まあ、真っ白。白白。包丁。はい。そらひろとさん、顔パンパンやな。ねえ、パンパンしかコメントないでしょうね、今日ね。今日はね、白い服、はい、デニムに白っていう。そうですね。服装の縛り。はい。いや、まあ、マジで。冬服の、そうっすね、白なくて。冬服がなかったんですか。買いに行こうと思ったんですけど、はい、家で飲めるかった。だから、これだけなんか、これだけちょっとなんか、ゴブタケみたいな。そうですね。若干、ゴブタケのセーターみたいな感じ。ねえ。はい、まあ、たまにするんじゃない。すごいですね。ヒロトは痩せないのっていうコメント来てますけども。今だからもう、一生懸命リファやってます。リファで、コロコロさんの顔。ローラー。そんなんコロコロするだけでほんま痩せれると思うなよ。まずそこからじゃない。まずセックスからや。あ、そこなんですね。まず大抵から出た。もうこの番組の代名詞ですね。セックスをな、やってるもん。だからか？お、おー。まさかの。玉切れじゃ言うな。玉切れて。玉切れじゃ。ね、玉切れて。そういや、カナダさんはもうね、ツイキャスで有名ですから。あ、まあそうですね。いや、ツイキャスでね、もう、まめに更新というかやってますけども。皆さん、ここ見てる方で、ね、カナダさんのキャス見てるよっていう方何人ぐらいおるんですかね。そうなんですかね。の手上
げてくださいよ。今日宣伝してましたよね、でもね。なんか さっき、ね、ちょっとやばいなと。急遽決まったんで。確かに急に決まりましたね。夜の大運動会ね。夜の大運動会。玉切れ、そう。玉切れ笑ってますから、ね。いや、ほんまね、うん、今日明日どうなることか心配ですね。まあまあまあ、でも忙しいでしょうね、やっぱり。めっちゃ手振るてるやん、俺。アルチューですか？アルチューやん。店のやっぱ代表のバースデーなんで、まあまあそうそうですね、盛り上げたいですよね、盛り上げないとね、僕たちが今日、うん、ね、珍しくっていうか初めてじゃないですか、幹部なしでのこういう、ほんまですね、うん、もうそう、もうここちょっとばかりあの嫌いな幹部の名前とか言っていくよ嫌いな幹部ってもういないでしょ、まずほんまっすか、うわいや、そんななんか、いいです、いいです。あの、いらないですか、この番組でそういうなんか、キレキレキレ。思いますか、はい。いや、ないでしょう、でもね。じゃあ、あの、はいはいはい、幹部の中で、はい、じゃあ、みんないいって言ってるんですけど、一番優しい人は誰ですか、優しい人、うん、何なんすかね。まあね、どうせ幹部の方 YouTube にアップしても多分見ないですから。あーね、あと僕がもう店に戻って報告するぐらいですけど、はい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 一番嫌でしょ、人捨てっていうのが一番嫌だよねみたいな、ほんま、そうですね。ロウさんの嫌いな幹部、僕の嫌いな幹部はね、ほぼほぼほぼですね逆にそっちのほぼほぼほぼ、ね、ほぼほぼって、ほんまに、ほぼほぼっすからね全員かかってこいっていう話なんですよ、ね、恐ろしい、恐ろしい。DSD の幹部はね、もうお仕事ができるんだよ、本当に。そっちの意味でね。有能なね、幹部が。そっちの意味でね。恐ろしいです。はいはいはい、はい。僕がこのキャラで行くと、やめなさいって怒られますからね。まあ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 。ヘルプとかでもね、こういう下水こと言うてると。下水人ですね。今日行きたかったなあ、なかなか濃いですからね。わかる人、誰か。あ、もう誰か分かる、いや、だから、はい、一番その、あれです。優しいな。優しい人、はい、でもほんまになんか、何しても怒らへんのやっぱ、アキラさんじゃないですか。後輩がどんなにいじっても、ね。うん、ああ、なるほどね、はいはい。全然怒らへんし、はいはい。で、結構、まあまあ、お世話になってるって言ったらやっぱ、エイジさんなんで。あ、そうです。エイジチーム。まあまあ、チーム、エイジチームなんで、一番、もう、困った時とか、何かしら。カメラ見てくれ。はい。困った。なんすか、台本でもあるんですか、そんななんか一応あれっすね、先輩を褒める台本でも、一応ここに隠してるんで、ちょっとそれはやめてもらっていいですか。いや、全然隠れてないです、もうあんのないです。なんでそんな言うんですか。あ、かわいい、これなんすか、見せてくださいこれ。これですか、最近流行ってる、めっちゃ濡れてますけど、かわいい、これですか、はい、iPhone ケースですよ。カナダさんは誰ですか、あの流すとか今あんたが突っ込んできたからやで、ほんまに。いやいや、なんか結構貯めるなと思って。あ、思いますか、やっぱもったいぶった方がいいかな、もったいぶったから、次行こう、気に入ってるんで、はい、かわいいですよね、これね、いいでしょ、うんうんうん、ね、シャネルのこうカバンになった携帯ケース、これあんたね、LINE ID 載っけてるんで、皆さんあのよかったら LINE ください。おーい、捨てるな捨てるな、はい、おーい、そうです、はいはいはい、どうですか、カナダさんは好きな感じ。いや、優しい、優しいというかね、優しい、まあまあまあ、やっぱ我らがリーダーアキラさんで、ね、早川さん、うん、怒ってるとこ見たことないし、まあ、そうですね、うん、なるほど、うん、じゃあ、一番厳しい、厳しいですか、はい、そうですね、でも厳しい、どうなんすかね。夢と一緒に結構ね、仕事に関してすごい厳しい、まあ、夢さんめっちゃあれですけどね、その仕事に対してすごい真面目なんで、うんうん、そこに対してはすごい厳しいですけど、でも、ね、仕事以外はただのやんちゃ坊主すごい、そうですね、やんちゃな、はい、そうよ、フットサルね、そうです、そうです、まあ一応フットサルキャプテン、ね、まあ、フットサルキャプテンなんでね、ゆめつさんが、そうです、そうです、うん、どうですか、厳しい感じ、まあ、優しさもあり厳しさもあり入れたエイジさんチームかな、はい、ああ。あ、ヒロと聞いて一番分かると思うんですけど、やっぱ仕事に関してはほんまに、まあ、真面目やしね、そんなんいらんねえいやいやいや、そんなこっちアホいやでもそんなん誰も楽しみに見てないねん、はい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 、ぶっちゃけてほしいわけやいやいや、もう全然言ったったらええねんそんな番組やなじってやん、何しに来
たらもう、ほぼ宣伝だよ、ね。なんやん、11月14日の宣伝だけしたら、もうそれだけで、もうそう。あれか、よそ行きのコメントか。まあ、アホも見とんねんぞ。アホも見とんねん。下水ねんぞ。あ、もう下水方たちばっかなんですね、見てる人は。もう、もう こんな下水番組を毎週見て相当な好きなんですか。僕らね、この時間帯ってもう仕事というか、はい、まあしてるわけじゃないですか。まあまあそうですね。他の回を見てないんですよ。どういう話をしてるんかなと思って。YouTube で見たらいいでしょうよ。え、YouTube であるんですか。ありますよね、どんないくらでも。え、チャンネル登録してないんですか。あ、ちょっと。そうですね、これ大事件ですよ。事件。ねえ、もう多分、ゲスナー。ゲスナーさん。ゲスナーの皆さんでもチャンネル登録してると思うんですよ。じゃあでもね、これ今見てる方やね、チャンネル登録してない方がね、いたら、うん、ますね。失礼なってきた。他の髪セットした？バッチバッチですよ。雨でちょっと。あ、そう。いきなり雨降ってきて、うん、俺もここに来るまでにもう偉くなったんですね。もう全部避けてきたんですけど。お、雨も避けろとかなんですね。急に。りょうさんは夜のスポーツ。大得意、大得意ってその、そういう大得意ってはてなのよ。得意って聞くならわかるけど、大得意ってもうまあまあまあそれはあの、うん、お楽しみということで二人きりの時の、はいはいはい、お願いしますね。下ネタだけやというコメント来てるんですけどね。下ネタね。なんかあれまあねさすがになかなかまあ僕が暴走すると止める人は見ないと思うんで、あ、なるほど。今日はね。僕は、まあ、今日は控えめでいこうかなと思って、まあ、結構多分ゲスナーの方ががっかりしてるかなと思うんですけども、まあ、最後にチンポは出そうと思ってるんですけどね。はい、バン食らうやつじゃないですか。ニコ生からバン食らうやつじゃないですか。もうスタッフさんがもうみたいな顔してるから。はい、この前出しそうになってあがーんみたいな感じになってましたもんね。一発目からなんですか。分かってます。ゲスナーとかにしたらあかんぞ。おまあ、りょうちゃん夜のスポーツ誘ってほんまに見てきてください。めっちゃガッツくやん。見せてきてくださいそれやったら、ね、生電話。いやでもほんまに普段こんなにコメントをこう拾いながら喋ることないんですよ。あ、もう自由にやってる、ね、自由に自由にほんまやってるんで、そのほんまコメントはなんかゲストコメントね。で今日は合言葉どうしましょうかね。合言葉なんすかね、うん、それを店に来たらなんかさ特典があるないですないないですか。そんなない言葉そんな幹部誰も出てへんのに勝手に特権決めれるわけないだろ、まあ、何を言ってんだ。僕ら決めることはね、だからね、まあ、一番ね簡単なね、うん、合言葉でじゃあシンプルに、うん、穴あいいですね。まあいろんな穴がありますね。途中でつけた人わけ分からないよね。でしょうね。めっちゃ穴って流れるじゃん。何やねん。ありがとうございます。感じていきましょう。感じていきましょう。ありがとうございます。はい、なんで本名ありがとうございます。ANA。ローさん太ったって言うと太りましたね。僕ね、実は。どれが太ったんですか。ね、ここ最近で3キロ一気に。一気にですね。一気になんか体最近自分で重いなと思ってさ、やっぱりあかん。これはもう夜のスポーツせなあかんも。夜のスポーツせなあかんですね。第3ラウンドまでせなあかんも。ということで、まあまあね、第3ラウンドまで、はい、入れる方はこちらまで LINE ください。はい、こちらまで LINE くださいね。もうね、LINE ID 出てるんでね。はい。そうそう、あ、穴っていうよね。はい、ありがとうございます。今日はね、まあ、まったりなんで代表もいないということで、コメントは、今日はまあ2000件いったらいいかなと思ってます。閲覧がね、今ね、2万1150人ということで、おすごい、はい、そのまま、後半戦も行きたいなと思ってますんで、うん、何かね、この2人にね、めったに出ることがないので、はいはいはい、聞きたいことや、お祝いのメッセージ、はい、CM 中にぜひともコメントよろしくお願いします。そして、合言葉、アナ、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは一旦 CM の方どうぞ。いらない。いらんねん。こんななんかやめとけやめとけ。カメラ用のコメントよ。前はや。何やその
かチェック。やめとけ。いらんぞ、そんなん。いらんぞ。チェックイン、チェックイン。冷え負けてますやん。言うてくださいよ。びっくりした。CM 中に怒られてた。CM 中ずっと冷えられましたね。ダメだし、やばいやばいやばい。俺がボケだよ。ツッコめ。はいはいはい。穴だけに。穴量、なんなんすかね、あの、リスナーの方の、あ、ごめんなさい、ゲストの方のね、コメントのクオリティがもうどん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 上がっていくんですよ。だからね、なんかあの僕らが一生懸命面白い話しようと思っても、はいはい、一撃の面白いコメントとかそれだけでも話しようと思って、ね、はい、むしろ出てほしいですからね。で、出てもらうね、うん、出てほしいです、はいはいはい、芝居いらんって芝居そらせやろ、そんな分かっとるわ。イチャイチャしてる、ここはイチャイチャする番組、うん、そんなことないですよ、イチャイチャの番組、うぬぼれんなって話。何もイチャイチャしないです、はい、え、無言無言ですか、なんかあるんですか、あの14日14日ですか、あの誕生日の日に、うんうん、あの来店のお客様には、はいはいはい、まあ、今日はなんか代表のバースデーで豪華ノベルティあるみたいな、まあありますね、こと書いてましたけども、うんうん、はい、僕らのやつですかね、僕はもう自分の誕生日しかもう楽しみしてない、14日15日は1なんじゃないですか、はいはいはい、だからもうリアルターン上位、はい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 、うん、そんな聞いてへんねん。なんかあるのかって、なんか勤めてるんや、来てくれた、おめでとう、おめでとう言ってくれたら、あ、おめでとう、ありがとうをあげるんですね、素晴らしいですね。まさかありがとうをあげると、斬新、斬新です、すごいな、おめでとうって言ってくれた、ありがとうっていう、あ、斬新、新しい。ヒロトさんは何か、僕ですか、はい、ハードル上がってますけども、はい、ハードル上がってますハードルね、上げられてますね。え、でも何なんですかね、何がいいですかね、普通に何がいいですかね、得点別にも、いやいやいや、俺のためんな、長い長い、ポンポン行こう、ポンポン、ポンポンっすか、ポンポン行くよ、マイペースできましたかね、ちょっと待って、なんかコメントしますか、事件事件、これ事件事件っていうコメントいつも来るんですよね。なんなのね、それ多分僕のあの、ああそうなんですね、ツイキャスのやつでしょ、いつも ね、うん、うう言うて事件事件よ、あ、なるほどね、あ、ってことはおかなのキャスを見てくれている方が今このね2万何人中いくらおるかっていうかアンケートをパッと取りましょうか、見てるか見てないか、はい、それもうへこむやつじゃないですよね、いやいや結構多分見てる方多いと思いますけどもね、うーん、はい、嬉しいないよ、だからここであれじゃないですか、ツイッターの ID も載っけといたらいいじゃないですか、そうですね、できるんですかね、ただでもあのツイキャスやりすぎたらあの ここに嫌われますけどね、はい、こういうことお前ら自分らでできるやろ、無料でやりやがってごらんみたいな、はい、まあまあ、あの一番イエス、見てる、見てる方ね、岡田さん見たことあるってツイキャスで、うん、ね、見たことない2番、うん、出ました、はい、出ました、アンケート、あ、いや、結果、はい、あ、出ました、これは結構見てると思いますけどね、僕も結構、まあ見ますね、見てますから、うん、僕は1番です、イエス、僕も1番ですね、うん、はい、結果どうぞ、見てなーい、よかった、あかーん、でもほぼほぼ半分は見てるっていうんですけど、すごい、負けたー、すごい、まあまあそれでも嬉しいですね、うんうんうん、まあ、でもあ、そうですね、だからなんかいつもと多分あれですよね、お金がおるんでしょうね、うんうんうん、お金が普段来ないコメントが、ね、普段来ないコメントが結構来るんで、すごいすごい、まあ、それしかない、うん、りょうちゃん嫌いって300件目でいきなりね、いきなり嫌われるっていう、なんでなんでしょう、もうね、りょう最近タイミング合わなくて、サク死にそうやで、もうタイミング合わせてください、ね、僕が合わすわけにいかないんで、でもいつもね、もうあのサクさんはあのこの僕がタイムラインとかで、うん、LINE タイムラインとかでアップしている URL とか文章とかを作ってくださってるんですよね、すごい、ありがとうございます、本当、ね、で個人 あのインスタとかでもめっちゃ宣伝してくれてますから、うん、ありがたい、もう多分ゲスナーの極みのゲスナーですから、確かにね、極めてますね、ゲスの極み、ゲスの極み、うん、はい、馬を呼べってなんですか、なんかちょいちょいね、あの
確かに専門用語で出てきた、ね、そうですあの多分やってるんでしょうね、ツイキャスで。そうそうそう、もう半分も見てないのに、半分も見てないのに、いきなりそんななんか何そんなやられたら、うん、そのこっちテンパるわ。確かに、まあ、ヒロってりょうちゃんのキャス見てる人もアンケート取ろう。ああ僕もね、ツイキャスやってるんで、はいはいはい、僕のツイキャス見たことある方っていう方ね、あの、うん、今あさっきより3万5000人に増えてますんで。おじゃあ、さくやりょうの、ツイキャス、はいはい、見たことある、見てますっていう方は、1番。はい。ですかね、出ますかね。まあ、これも、ちょっと、回さないでください。いきましょう。1番が見てます、はいはい、2番が見てません。ちなみに僕は1番です。はい。はい僕のりょうさんやつ見たことないですね。そういやそうですよね。ないです俺。ツイッターはやってるんですよね、でもね。ツイッターやってますよ。はい。ツイッター。りょうさん来たらほんまに閲覧バコン上がるんで、テンパりますよ。あ、初見の方、あ、はつみさんか。はつみさん、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。よろしくお願いします。僕たち、ディープスピードっていうお店でホスト比べてます。はい。出ましたか？あ、じゃあ、さくやりょうの、あのツイキャスを、見ている方、何パーでしょうか。はい、どうぞ。どん。すごい。すごいな。やっぱりすごい。めっちゃ見てくれてるやん。やっぱ違う。めっちゃ見てくれてるやん。ありがとう。すごい。単純に3万人やから。すごいな。2万1000人は見てくれてる。そうですね。だってそんあそう、ね、やばいな。僕のが 40% ぐらいやったんで、僕のを見ながら亮さんのを見てるっていう。はい。ありがとうございます。すごい。好きやな。はい、LINE ID 次回からね、ツイッターのアカウントも載せれたらいいですね。ほんまですね。そうしましょうか。ツイッター、インスタも、インスタとか。どっちがいいんですかね、もう LINE とかやったら。まあまあまあ、そうですね。まあ、ね、ツイキャスとかでもやってますし、他でも公開してるんです。スターガイドさんでもね、普通に行けば LINE ID 公開してますからね。だったら、ここでは違うなんかね、あれを公開してもいいかなと思うので。はい。まあ次回。なんかね、考えておきます。はい。よいしょ。さすがゲストのめっちゃ見てる。すごいですね。はい。ありがとうございます。70%。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、ツイキャスっていいんですかね。そんだけこう、めっちゃ。うん、まあ、自分の好きな時間帯にできて、ね、まあ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 。で、まあね、まったりできるんでね。まあそう、はい。僕はでも基本まあ、そういう告知関係とか、はいはいはい、はい。とかぐらいでしかあまりやらないんですけど。でもやっぱこう曜日によってはすごい今日なんか今日の曜日今日月曜ですね今日月曜さっき来る前に2分間だけやったけど50人ぐらい一瞬でピョンってすごいですね平日のこの時間にも速攻切った速攻は行ったけど怖い怖いニコ生あるよ夜生行けやよ今日ってああそう宣伝してそうはいはいはいうそうですそうですりょうくんカメラにチューしていやいいですけどカメラ次使う方が困るかもしれないですね。次にね。次、うん、何言ってんだろう今日。よくわかんないです。今日調子悪いな。大丈夫かな。この後心配になってきた。この後営業っすよ。この後営業はね。はい。まあ、今日飲むでしょ。タイムラインね。タイムライン見てください。これ LINE ID 載けてるんで、追加してもらえれば、タイムラインは全体公開してますんで。はい。うんもっとね、ゲストを増やす会。僕ね、まあ、今、ツイッターのフォロワー数が3800近くいるんですけど、すね、俺結構今年の目標で4000人行きたいっていう目標があって、あと200人ぐらい。まあそうですよね。だからちょっと。あと1ヶ月半。あと1ヶ月半で。いけるでしょ、絶対。でもツイキャスやったら、でも一気にでも確かに増えるか増えるから、これからちょっとまめにツイキャスやろうかな。月曜日の夜12時から。もうもろにこの時間狙ってます。おいおいおいみたいな。おいおいおい。かぶっちゃってますね。まあ4000人行きたいなと思ってるんですけどもね。はいはいはい。はい、りょうちゃんヒジフってそれ別の番組ね。はい。ヒジフ。カメラにチューしてってね、これ多分見てる方は多分僕のなんていうんですか唇が映るんかもしれないですけど、こっちから見たらカメラにチューしてる僕めっちゃ恥ずかしいですよ。何やっとんのお前みたいな。そうですね。終わった後レースになります。あれ動いたね動いたねおーおーいおー
おじいちゃん、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 うわぁ、これはスクショですね。絶対スクショされてます。YouTube でストップしてからスクショしますね。いや、やばい。出ちゃう。4分前とか、時間って書かれたら、なんか、ラブホテルとか行って、なんか、そろそろ退室の時間ですって言われたら、ちょっとなんか、もう一回やっとかな、みたいな、わかりますね。まあ、ありますね、そのシーンが。なんか、もう一回やっとかな、みたいな。そこでちょっと高ぶるみたいな部分なんですよね。なんかこう、なんか4分前とか言われたら、なんか、高ぶってくるんで。ちょっとサワサワしたくなる。サワサワする。ある意味斬新で3分前で番組終了するっていうのもありですけどね。まあ確かにね。いや、そういうわけじゃなくてね。じゃあまあ最後に本当にもう再度確認ということで、今日ね、今日明日は、我が代表、三上拓也代表の誕生日イベントになっております。そして、11月14日は、どうぞ。金津さんと、僕、ヒロトの、バースデーイベントになってます。はい。はい、そして他はありましたっけ？はい、11月28日が、はい、DSD じゃないとって、毎月やってる、毎月やってます。はい、ほんま、ショータイムとかやってるんですけど、はい、今回はちょっと変わった形のイベントになってるんで、めっちゃ楽しみ。金魚早食いとかね。まあ、お客様もね、金魚早食いで、参加型というか、ポンポンで出して、まあ、そうですね、出していく感じの、まあ、それはしないですけど、はい、まあ、そういう感じのお客様もね、楽しめる。はいはいはい、そうですね。お客さんを楽しめるイベントを考えておりますんで、はい、もしね、ちょっと行きたいな、ホストクラブ、ちょっと行きたいけど、ちょっと行きづらいな、どうなんかなっていう場合は、下の方に LINE ください。そうですね。こちらにね、LINE いただけたら、丁寧にご対応させてもらいますんで、よろしくお願いします。というわけでね、もう今年も残すところあと1ヶ月、そうですね、もう11月ですけども、はい、早いもんでね、2015年ももう終わりかかろうと思ってるんでね、あっという間ですね、はい、だからこのまま、今日三上拓也代表の誕生日やりまして、はい、それからもう年末まで DSD ぶっ飛ばして、はい、ぶっ飛ばしますか、はい、行っちゃいましょう、はい、そのわけでね、ゲスナーのお前らもついてこいよ、年末まで、そういうことですね、はい、休める場合ちゃうぞ、はい、お前これね、2分前、ここ2分前って出てるんですけど、そうですね、1分前になったら死のカウントダウン始まるの気づいてるよ。死のカウントダウンですか？はい。でってなってくる。あれがね、使わせる。はいはいはい。あ、開けた開けた。出ちゃう。ちなみに告知関係は以上ですか？以上ですね。はい。はい。というわけで、りょうちゃん延長しようとかいろいろあるんですけどね、起きててよかったら夢見れる。そうですね。パグさんもそう言っといて。言っときます、言っときます。はい。皆さんね、今日はね、多分僕たち、ベロベロになる。ベロベロでしょうね、今日、明日はね、ほんまに。なるとね、思うんですけども。まあ、そんな中、見ていただいた皆さん、ありがとうございます。コメントもありがとうございます。すごい、すごい楽しかった。来週ね、また、来週何日ですか？来週は、16なんでね。その日またお会いできることを楽しみにしております、はい、そしてね、はい、時間がある方もしよければ、ディープスピードお待ちしておりますんで、はい、よろしくお願いしますお願いします、はい、それでは、本日は神谷博人と細浦奏人と佐久間亮でした。来週もまた見てください。ありがとうございます。